オチャキフは、ウクライナのミコライフ地域の都市で、オチャキフ地区の行政の中心地。市の領土の面積は1249ヘクタール。人口は14、5000人。都市の名前は、あるトルコの都市の名前に由来しています。ロシア語によって文字に起こされた後、現在の名称となった。4月から10月までには150から160日の晴れの日があり、 またこの期間の平均気温は摂氏25.7度である。6月から8月にかけては32摂氏6度である。年間を通して風が強く、年間平均風速は6.5から8.4メートル S である。暖かい期間の水温は24摂氏26度ほど。お茶キフはロシア帝国によって国会北部沿岸の戦略的前哨基地となった。 1735から1739年のロシア・トルコ戦争の後には、オチャキフは国海の北岸にあるトルコ艦隊の主な基地となった。1792年に破壊されたトルコの要塞の跡地に都市が建設された。この時オチャキフの港湾都市としての立場が確立された。第一次世界大戦中ではオチャキフにあった要塞は、 海から川口への侵入を防ぐための戦略基地として利用された。共産革命後はウクライナ人民共和国の一部となった。1928年から1937年までには、いくつかの軍事基地が建築された。チー・コラーユ州、ウクライナお茶寄付について書かれたウクライナ語の記事。ありがとうございます。